タマンナーは、インドの女優、モデル、ダンサー。本名は、タマンナーバキアで、テルグ語映画、タミル語映画、ヒンディ語映画、マラウティ語映画、カンナダ語映画に出演している。2005年に、ヒンディ語映画、チャーンドサロシャンチェイヘロ、テルグ語映画、スリに出演し、2006年に、テルグ語映画、ケビに出演して、それぞれの映画界にデビューした。代表作に、アヤン、 バイヤー、シリサイ、ベラム、ダーマズライ、デビ、スケッチ、100%ラブ、ラッチャ、タデカ、バーフバリ伝説誕生、ベンガルタイガー、オーピリ、バーフバリオーの外旋があり、これらの実績から、テルグ語映画、タミル語映画のスター女優の地位を確立した。マハーラ・ーシュトラ州ムンバイの心理族出身で、父親はダイヤモンドの販売業を営んでいる。女優を目指すが、 数秘術を理由に芸名を本名ではなく、タマンナーとした。13歳の時にデビューし、プリトビ劇場のメンバーとなり、2005年には、アビジート・サワントのアルバム、ラフソン・メインにも出演している。タマンナー2005年公開の、チャーンド・サロシャン・チェイ・ヘロでヒロインに起用され映画デビュー、したが、工業的には失敗している。同年、スリに出演し、2006年には、ケベに出演している。 インティギー・リッツは、タマンナーを、主役を食う役者であり、すべての栄誉を手に入れたと批評し、彼女の演じたキャラクターは、マンランのビジャやシャンティ、パダヤパイツでも俺はマジだぜ、ノーラムやクリシュナを彷彿とさせると指摘している。2007年公開の、ビアバリーでヒロインを演じ、SJ スーリアと共演した。映画は酷評され興行的にも失敗したが、 タマンナーの演技は批評家から絶賛された。ハッピーデイズ、カルディーでは大学生を演じ、批評家から演技力を高く評価された。両作の工業的成功により、タマンナーはテルグ語映画、タミル語映画におけるキャリアを確立し、カルディーでは第56回フィルムフェア賞南インド映画部門の最優秀タミル語主演女優賞にノミネートされた。2008年公開の コリダスーにヒロインとして出演し、アッキネーに投げシュアララオのマゴスシャントと共演した。映画は平均的な興行記録に留まり、批評家からは彼女はよく見えてロマンティックに映るが演技をする余地がないと評価された。レディー、ニンナネズレプでは亀を出演している。タマンナ2009年公開のパデカダベンに出演し、ダヌーシュと共演した。 工業的には成功したものの評価は賛否両論となりその中ではタマンナーの演技は高い評価を得ているコンカムイスタムコンカムキャスタムではシッターアルトと共演しタマンナーは演技力を評価されて第57回フィルムフェア賞南インド映画部門の最優秀テルグ語主演女優賞にノミネートされたアヤンではスーリアと共演し映画は 同年に出演した、タミル語映画の中で唯一制作費を上回る、工業収入を記録した作品となった。アナンダ・サンドバームでは、シッタールト・ベヌゴー・パールと共演した。映画は国評され、2009年に出演した映画で、唯一工業的に失敗した作品となった。映画の評価は貫維しくなかったものの、タマンナーの演技は高く評価されており、rediff.com は、 知ったールトに調子を合わせているとき、彼女はとても天真爛漫に移ります。彼女がラダクリシュナンを選ぶ狡猾さは完璧ですと述べ、彼女が演じたキャラクターについて、狡猾でイライラさせるが、クライマックスには私たちの同情を誘うと批評している。関連小だらいでは、バーラトと共演し、彼女の声は歌手のチンマイが吹き替えている。映画は好意的な評価を受け、 タマンナーの演技も高く評価されている。タマンナーは第57回フィルムフェア賞南インド映画部門で最優秀タミル語主演女優賞にノミネートされ、二言語の最優秀主演女優賞にノミネートされた唯一の女優となった。また、同年のサウススコープでも賞を受賞している。この間、タマンナーはタミル語映画において、 議論の余地のない最高の女優としての地位を確立した。2010年公開のロードムービー、パイアーでは、カールティと共演した。映画は、工業的な成功を収め、タマンナーは、第58回フィルムフェア賞南インド映画部門と、第5回ビジャイアワードで最優秀タミル語、主演女優賞に、ノミネートされた。同年には、スラ・ティロロンガギにも出演し、 それぞれ工業的な成功を収めている。タマンナーとアジャイデーブガンタマンナーとシュルティハーサン2011年に2年ぶりにテルグ語映画に復帰し、バイクレマーカデューのリメイク映画シリーズ祭に出演した。タマンナーが演じたキャラクターは rediff.com から酷評されたが、映画は工業的な成功を収めた。こうでは AGA、長野、歌唱シーンに カメ出演している。100%ラブでは、ナーガチャイタニアと共演し、ハイデラワードに住む、いとこの家にやってくる村娘を演じている。たまんなーの演技は批評家から絶賛され、インティギー・リッツからは、映画を独り占めしている、彼女の役割を控えることはできないと批評し、彼女は素晴らしい美しさで、あなたの心を盗みますと絶賛している。映画は2011年で、 最も成功したテルク語映画の一つとなり、第59回フィルムフェア賞南インド映画部門と第1回南インド国際映画祭の最優秀テルム5主演女優賞にノミネートされた。また、シナマー賞とハイデラバードタイムズ映画賞の最優秀主演女優賞を受賞している。バドリノットではアルアルジュンと共演し、映画は批評家からは否定的な評価を得た。 ザ・タイムズ・オブ・インディアは、タマンナーはエネルギッシュだが、彼女の美貌を披露するシーンは必要ではなかったと批評している。批評家からは酷評されたが映画は工業的な成功を収め、タマンナーはシナマー賞の主演女優賞にノミネートされた。ベンハイでは、ダヌシと再び共演し、繊細で控えめな村娘を演じた。映画とタマンナーの演技は賛否両論となり、 rediff.com は、綺麗なドレスを着て登場するものの、彼女は突然腹部を露出する貧相な服を着るようになると批評している。OS ラベリでは、NT ラーマラオジュニアと共演し、映画は賛否両論となり、工業的には失敗している。2012年公開のラチャでは、ラームチャランと共演し、富裕層の娘を演じている。公開後、タマンナーは、 サファイから、この映画の、大いなる財産、ザ・タイムズ・オブ・インディアからは、書くことのできない、存在、十分に魅力的な価値を映画に与えていると、称賛された。映画は50日間公開され、工業的に大きな成功を収めた。また、タマンナーは、第60回フィルムフェア賞南インド映画部門と、シナマー賞の最優秀主演女優賞に、ノミネートされた。 エンズ・カンテ・プリー・マンタでは、ラーム・ポティネーニと共演するが、映画は酷評され工業的にも失敗している。その中でも、タマンナーとラームの演技は批評家から高く評価されている。レベルでは、プラバースと共演し、ヒップホップダンスの講師を演じている。カメラマン・ギャン・オット・ランバブでは、パワン・カ・リアーンと共演し、女性カメラマンを演じている。 同作は2012年に公開されたテルグ語映画で最も成功した作品の一つに挙げられている。タマンナー2013年公開に同名のヒンディー語映画のリメイク作品、ヒマトアーラでアジャイ・デイブ・ガンと共演し、オリジナルでシュリデビが演じた役を務めた。監督のサジード・カーンは南インドでの人気の高さからタマンナーを起用し、映画は彼女のヒンディー語映画復帰作となった。 しかし、批評家から国評され、魅力的には、シュリデビに引けを取らないものの、演技力の面では、平均以下と批評された。映画は、工業的にも失敗している。ベターよりメイクした、タデカでは、ナーガチャイタニア、スニール、アンドリアー・ジェレマイヤーと共演し、オリジナルでアマラ・ポールが演じた役を務めた。映画は批評家からの評判も良く、工業的な成功を収めた。 タマンナーは第3回南インド国際映画祭で最優秀主演女優賞にノミネートされた。2014年公開のベラムではアジットクマールと共演しタミル語映画に復帰した。この時点でタマンナーは複数のタミル語映画の出演交渉中だった。映画は批評家から公表され2014年に最も高い興行収入を記録したタミル語映画の一つとなった。 ハンシャックルズでは、サイフ・アリー・カーン、ラーム・カプール、リテイシュ・デイ・シュムク、ビパシャ・バス、イーシャ・グプタと共演したが、映画は批評家から酷評され、工業的にも失敗している。ベラコンダ・シュリーニ・バスと、サマンタ、ルスプ・ラブが主演を務めた、アラデュ・セーヌでは初めて、アイテムナンバーを務めており、批評家からも公表されている。エンターテイメントでは、アクシャ・イクマールと共演し、 テレビ番組タレントを演じている。映画はセミヒットとなり、タマンナーはゴールデンケーラ賞の最低主演女優賞にノミネートされた。アーガズではマヘイシュバーブと共演し、スイーツ店を経営する女性を演じている。映画は賛否両論となり、工業的には失敗している。タマンナーとランビールシンタマンナー、シュリー・アサラン、カージャル・アグルワール。 ラビテージャ2015年公開の南弁だでは、ウダヤニリ、スターリン、ナヤンタラと共演し、本人役としてゲスト出演した。同年7月公開のバーフバリー伝説誕生では、プラバース、ラーナー・ダグバーティ、アヌシュカ・シッティと共演した。タマンナーは女戦士、アバンティカを演じ、役作りのために体重を5から6キログラム減量し、彼女のために特製の衣装や、 宝飾品が用意された。映画は65クルピーの興行収入を記録して、批評家から好評を受け、タマンナーも演技を絶賛され、2017年公開の続編、バーフバリオーの外戦にも引き続き出演している。バシューベムサラワナナム女パディチャバーンガでは、アーリア、サンダーナム、バヌート共演し、自身がデザインした宝石を映画に提供している。 映画は批評家から国評されている。サイズゼロではカメを出演している。ベンガル・タイガーではラビテイジャと共演し、ルックスを称賛された。映画は40億5000万ルピーの興行収入を記録し、同年公開のテルグ語映画で第8位の興行成績を収めた。2016年公開のスピーダ・ナディューでは再び、 アイテムナンバーを担当した。タマンナーが担当した歌、バチェラーバブーのシーンは22億5000万ルピーの予算で制作され、予算の半分が彼女の出演料として支払われた。オーピリでは、アッキネーに、ナーガールジュナ、カールティと共演し、批評家から好評を受けた。ダーマズライでは、メイクアップなしで出演して、好評を得ており、工業的にも成功している。短編映画、 ランビールチンリターンズでは、ランビールシンと共演し、批評家から好評を得た。ジャガーでは、アイテムナンバーを担当した。デビーでは、彼女のキャリアで、初めてのホラー映画出演となり、10億ルピーの興行収入を記録した。コティ三代では、ビシャールと共演し、興行的には失敗している。2017年、バーフバリオーの外戦の後に、 アンベーナブン、アサラダブン、アダンガダブンに出演し、シランバラさんと初めて共演した。同年に、ジャイラバクサでアイテムナンバーを務めた。2018年に、スケッチに出演して、ビクラムと共演し、AABBKK では主演を務めた。ナー、ニューベイでは、ナンダムユリカリアンラームと初めて共演し、ネクストエンチでは主演を務めた。同作は、 工業的に失敗したものの、タマンナーの演技は高い評価を得ている。ヤシュと共演した事 g 会チャプター1ではアイテムナンバーを務めている。タマンナータマンナーは映画以外にテレビコマーシャルにも数多く出演している。主なものとして、セルコン、チャンドリカアーユルベイディックソープ、ファンタが挙げられている。また、セーラムの宝石販売企業 AVR とカザナ。 ジュエリーのブランド大使を務めている。映画デビュー以前にはサンダイレクトのタミル語広告に出演しており、セルコンモービルの広告ではクリケット選手のビラットコーリーと共演している。2014年に動物の倫理的扱いを求める人々の会の広告に出演し、動物実験をしていない化粧品を使用するように訴えた。2015年3月には ジーテラグーのブランド大使に就任した。同月31日には、ホワイト N、ゴールドハビング・マウルズアット、ムンバイバンガロールを設立し、宝石販売事業を始めた。2016年1月には、女性の福祉サービスの改善を啓蒙するインド政府のキャンペーンベチバッチャを、ベチパドハウヨージャナのブランド大使に任命された。ありがとうございます。